これ細かいこの下にね、これが下にさあ、今からさあ、いい景色がでもここ登るまでヒーヒー言いそうそう、降りるときにこけそうこけそう絶対こけるすごいこれあ、栗栗、中身ないけどえあ、ほんとだここはあの昔、吉永小百合さんが、うん、若い頃におばあちゃんを背負って映画の撮影があった場所なんですよ。へー。場面のところに今から行きます。で、ここを管理されてる方がいると思うんですが、4年くらい前に、うん、地元のおじさんで、うん、ここを一人で、あの、開墾というあの、元の山に、元の、その吉永小百合が映画の撮影があった当時の山に戻そうと、あ、頑張って。1年半から2年ぐらいかけてずーっとこうやって買って。へぇー。今から行くとこなんか、土、うん、とかいろいろあるんですけど、うん、そこも全部笹竹に覆われてたんですよね。うん、まあ今から行ったらわかります。へぇー、こんな道、ほんまに綺麗んだろうね。もう、もう疲れてきた。膝が。膝が。あの、あ、ここ。何ですかここ。あ、ふくらはぎ。出てこかな。よいしょ。これは下りが怖いな。多分、こける気がする、私。どれだか。どれだか。GoPro。よいしょ。よいしょ。これはもう止まったら死ぬ。今はここ軽トラでそのおじさんが行ったり来たりするんですよ。ほーそのおじさんが柳田さん乗ってかんって言われて大体もう着いたら電話したら迎えに来てくれるんですよ下まで、ねね、よく阿蘇の雲海っていいでしょう、ちょうどこの高さから下ぐらい今畑の間の道にずっと通ってきたでしょあそこは全部雲なんですよ。すごいなバイクがで夏だけ上の方で冷たいレモネードがごちそうされるんですよ。あ、ここ？はい。みんなに言いたい。よく頑張ったし、みたい。よく頑張りました。よく頑張りました。言いたい、みんなに。ちょうど中岳が噴火してますよ、雪の方。え、どこ？あ、もうすぐ木々に隠れますけど、まだ海って見えますけど、今月だったかな、今月10日だったっけ、中岳あそばん噴火させないよって言われました。さきちゃん店閉めたりいっぱいするけん城休ましたり、あそばん噴火するんちゃう、そう、めっちゃ言われた、転れてる。運動せんとダメね。すごい気がある。と初期にさ、どうしようなと思って。もうだけみんなの心配したかったのにさ、いや心配せんでいいよ。心配しきらんかったもん。もうそれどころじゃない。もうそれどころじゃない。しかもインカム途中で切れてさ。ビーリンク終了しました。でもここまで一人にはなりたい。あと前のあの車が来た時嫌でしたよね。もう行ってよーって言いよう。そうそうそう。来いだって言われた。そんなのも言えんし。あ、でもめっちゃ綺麗。うん、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。だって北上は綺麗ですよ。どれ？上。もみじ。これか、ほんまやな。これ綺麗よ。しますね。高木さん動画できるんちゃうんですか？赤やけん。あ、わいがか。今上がってきた道路は来月の1日から上がれなくなるんですよ。冬場やけんですか？いや違います。あのなんか途中まあ途中個人の土地があってから、うんうん、昨日何て言ったかな？私立なんです。この人に電話したらそう言われてから、あ、これが綺麗。あ、黄色。黄色。あ、すごい赤と黄色だ。ほんま、あ、すごいすごいすごい。
大丈夫よ、こう挟むから。そうです、私も後ろでヒーヒー言ってるから。挟んで、私がだって転んだらもう後ろみんな見てるから。ホシャワイ目つぶってごめんって言うと、ほらマスカしちゃいけん、ごめんって。そうそう、あ、着いた、着いた、着いた、大丈夫よ、うん、うん、頑張る、うん、生きて帰るんよ。夜ご飯食べるんでしょ、うん、帰ってくるって言ったもん、子供たちに愛してるって言ったやろ、うん、言った、生きて帰ってくるからね、生きて帰ってくるからって言ったもん、ママを愛してるって、愛してるって言った。わー、 あ、 あそこだ、ね、あ、そうそう、あそこが諏訪船の桟橋って、あの突き出てる場所で、もうあそこ、ですわー、けどすごい、ここも綺麗。なんかほんま日本じゃないみたい。めっちゃ綺麗ですね。初めて来た、看護山、すごい。今上がってきたって、今あのあれ、あそこの受け入れ、まさかあの階段を元に登るのか。あ、それはないです。行き上がる、はあ、はあ、もういいんかな。消耗している。頑張る。お、フォトスポットって書いてある。うん。あっこ、そうそう、あそこが諏訪船の桟橋って、あの突き出てる場所で、あー、あの上、です、です。あー、いや、今上がってきたっすよ、今、あの、あれ、あそこの運動できんとこです。あ、これは前です、ログハウス前、上がってきました。はい、はい、すごい、これはすごい、おお、すごいけど、すごいけど、すごい、おお、すごい、おお、きれい、どうして恐縮だけど、いけるかな、え、これはちょっとやりたい、自分もなんか、すごい、あ、これすごいな。これが空船の橋。すごいです。空船の。だから大観望って結構有名でみんなあれしてるでしょ。うん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 。で大観望も行って、ここも行ったんだよって言った方がいいのかなと思って。これはすごい。高所恐怖症やけど行けるかな。わあ。これはちょっと言われたら自分もなんか足がすくむ。すごいな、すごい、おお、動画動画、熊本よろしいな、うん、特殊四国またカルストとまたちゃうもんね、うん、見たことないけど、本当 それだけが熊本帰りがまあ道は行けるわ、ゆっくり曲がったら、ゆっくり、もう一足、一足ね、でリアブレーキで、はい、キュッて踏まんと、そーっとずっと
久しぶりやるんだ。エルハル。歩かんかったら、どうしようか。はい。なんか九州弁も可愛いですよね。うん、なんちゃら島とか。見せてくれんけんか。それで。荷物いっぱいで。なんちゃら島。こちらのお二方が徳島から来られた。あ、どうも遊びに来ました。で、福岡来られた。ああ、そうなんだ。最初はだけここの下の青年団の人たちとかも、もう今やってらっしゃるけども。あ、ここお先寄ったお父さんが作ったやつ。うん、ここ。へー。最初も吉坂さん一人で、もうここの山肌、ここ全部。すごーい。すごーい。3年かけてやった。へぇ、そうだわね。え、あれも作ったあの、桟橋みたいな。あ、あれはもう、わし金、そんな金なんかないわ。あの、足もこの、これ、こうかってね、さあ、ぼうぼうやったやん。うん、竹が、その上、ここまで上がったやん。そうそう、俺が一番最初来た時、またこれできたなって。そして、それをずっと切り下げて。へぇ、すごーい。水の中も竹が。夏の、もう新緑、もう青々とした時期に来ると、うん、もうその山肌だろうが、うん、そこだろうが、うん、あ、全部緑？緑が目に痛いぐらいのもう緑。目良くなりそう。もう目クーっていうわ、もう本当に 目にクーっていうぐらいの緑。いや、なんか本なん聞いたらなんか冬以外行きたくなるね。春も来たい。俺足の骨折ってからなかなか遠ざかってましたけど、月に1、2回。ほんまじゃ事故しとったもんね。1、2回のペースで大体。結構まあまあ。なかなか乗れんで。